皆さんこんにちは。元フィギュアスケート選手の安藤美希さん。そんな安藤美希さんには在日韓国人だという情報や安藤美希さんの子供についてや教え子へのセクハラなど様々な噂があります。そこで今回は安藤美希さんに関する情報をお届けします。ぜひ最後までご視聴ください。まずは安藤美希さんは在日韓国人なのかという噂は一体どこから出てきたのかということを考えていきます。ちなみにルックスがという意見もありますが、そのような抽象的なことではなく具体的な内容を考えていきます。韓国紙朝鮮日報の中国語版ウェブサイトは11日クロアチアザグレブで8日に行われたフィギュアスケートの国際大会ゴールデンスピンで銀メダルを獲得した安藤美希さんが試合後ありがとうございますと韓国語で挨拶していました。この情報のおかしな点に注目します。試合が終わって韓国語で挨拶したとあります。なぜ韓国語で挨拶するのでしょうか。日本人であれば韓国語で挨拶するということは考えにくいと思います。この日本語で挨拶をしなかったということがおかしいのではないかという違和感が出たと考えられます。さらに気になる情報について考えていきます。安藤美希さんという名前で慣れ親しんでいますが、実はこの名前が通名なのではないかということが考えられます。ドウという文字を省略した名前のアンミヒが本当の名前なのではないかという可能性があります。この名前はキムヨナの母親の名前と同じということで、フィギュアということを考えると偶然とは考えにくいということです。安藤美希さん本人は自分が在日であることを否定しておりますが、このようなことから考えると可能性が高いと考えられます。さらに他に何か手がかりはないのかと調べてみました。安藤美希の家族に何かしらのヒントはないかということについて調べていきます。安藤美希さんには弟がいるということが分かっています。名前は安藤元義さんと言います。弟が芸能界に入るために安藤美希さんがあちこちに仕事の依頼をしているといった話もありました。この弟の名前と在日の関係について調べてみたところ、元義というのは漢字ユンと読み、よく韓国で使われる名前であるということが分かりました。弟の名前からも安藤美希さんが在日であるという可能性が考えられます。そしてここから大きな分かれ道について考えていきます。安藤美希さんは自分が在日であることを否定しております。日本にいる在日外国人は自分の出自を明かさないことが多いということが分かっています。その安藤美希さんの本人コメントについて紹介します。ジュニア選手時代から韓国の選手たちと親しくしていて、焼肉や韓国料理なども好きで一緒に食べに行ったこともあります。でも親戚の中に韓国人はいません。私が韓国人だと期待していた方々には申し訳ないですがと発言しています。安藤美希さんは自分で親戚には韓国人がいないと言っています。さらに私が韓国人と期待していた方々と言っていることから、周囲が安藤美希さんのことを在日韓国人であると思っているということを本人も理解しているということです。しかし手がかりが全くないわけではありません。本名がアンミヒの可能性や弟の名前からも在日につながりがあると考えられます。安藤美希さんの先祖が日本に祈りしたのではないかと言われています。祈りというのは外国人が日本に来てそのまま住んでしまうことです。その際に日本人の戸籍や国籍を取るという一つのやり方、あるいは手口であるということが分かっています。もしも祈りしていたら証拠はないので分かりません。また有力情報もあります。 TBS ラジオで森本武郎さんが安藤美希のじいさんは朝鮮半島から渡ってきたと言ってたらしいです。この情報から考えると安藤美希さんのおじいさんが祈りかどうか分かりませんが、日本に来てそのまま日本国籍を取得したのではないかということも考えられます。このような情報を総合的に考えて安藤美希さんは在日外国人の可能性が高いと考えられます。またこのようなことがその後も関係しているのではないかということについて触れていきます。安藤美希はサンスポーツ選手を辞めた後もテレビ業界で注目されて活躍されています。一体なぜなんでしょうか。
テレビ業界や芸能界あるいはマスコミといったものを裏側で管理しているのはアメリカ CIA です。アメリカ CIA が日本人とそっくりな顔と肌と姿の在日外国人を日本人の上に配置しています。安藤美姫さんが活躍しているのは在日外国人という同胞であることから、アメリカ CIA に引き上げてもらって活躍しているのではないかと言われています。安藤美姫さんが在日かどうかということははっきりと分かりませんが、今回の内容を総合的に考えるとその可能性が高いと思えるのではないでしょうか。安藤美姫さんには一人娘のひまわりさんがいますが、娘の父親を公表しておらず、シングルマザーとして生きていくと公言しています。それにより娘ひまわりさんの父親が誰なのかと様々な憶測が飛び交ってきました。ここからは安藤美姫さんの娘の父親に関する最新の情報をご紹介します。安藤美姫さんの娘のひまわりさんの父親について長い間謎に包まれてきましたが、最近になって真壁菊夫さんがその父親である可能性が高いとの噂が浮上しています。真壁菊夫さんは大手企業とタッグを組み多くの成功を収めてきました。真壁菊夫さんのビジネス手腕は業界内外で高く評価されており、その影響力は非常に大きいです。また真壁菊夫さんはスポーツ界にも深く関与しており、日本をフィギュアスケート大国にした人とまで言われています。またフィギュアスケートなどのスポーツ選手に対する支援活動を積極的に行っていることでも知られています。そんな真壁菊夫さんは安藤美姫さんに対して長年にわたり財政的な支援を行ってきたとされています。真壁菊夫さんは多くのスポーツ選手に経済的な援助をしてきたことで知られていますが、安藤美姫さんとの関係は特に長いとされています。またフィギュアスケート業界内では2人が非常に親しい関係にあるとの話は有名だそう。共通の知人や関係者からの証言も多く集まっています。過去には安藤美姫さんと真壁菊夫さんが同じイベントに出席している姿が目撃されています。これが2人のつながりを示唆するものと考えられています。安藤美姫さんは2014年に出演したテレビ番組しゃべくり7で娘の父親について話していました。その内容は、父親は以前から経済的に支援してくれている、名前を出すことは控えたい、相手にも家族がいるから迷惑はかけられないというものでした。これでひまわりさんの父親は真壁菊夫氏じゃないかと噂が広まったのです。またその後2022年4月に出演したテレビ番組ほんまでっか TV では、当時9歳のひまわりちゃんに父親の存在について明かしていると発言しました。父親の写真を見せて、これがパパだよとたびたび見せているんだそうです。なのでひまわりさんは父親が誰なのか知っているということです。会ったことがあるかは分かっていませんが、どうなのでしょうね。2024年6月末専任コーチを務める16歳フィギュア選手との手つなぎデートと報じられた安藤美姫さん。7月上旬に行われた日本フィギュアスケーティングインストラクター協会の総会にて、佐野実フィギュア協会理事長が安藤美姫さんを厳重注意処分する意向を明かしていました。協会は除名処分を行ったと説明しています。安藤美姫さんはその後も練習場の男子更衣室に何度も出入りしていたと暴露され、距離感考えてと世間からの批判は増すばかりの状態でした。当初は誰も信用できないと自身の X に英文で胸中を吐露していた安藤美姫さんでしたが、7月19日にはアベマプライムにて自分の配慮の足らない軽率な態度と謝罪しました。一般の皆様に誤解されるような行動は今後慎んでいきたいなと思ったのと同時に、そういった関係性というのはもちろんないとも語りました。スケートのことに関しては強い気持ちを貫いてやってきたので、そこだけはしっかりとご理解いただけたらと、報道は事実無根であるとの姿勢を示しました。その後8月にもアベマプライムに出演し、スポーツコメンテーターの為末勝氏とパリオリンピックで相次いだアスリートへの誹謗中傷問題について議論を交わすなど、通常運転に戻りつつあるようです。ただ
X では騒動から1ヶ月足らずで復活した安藤美希さんの処遇に、男女逆だったらもっと騒動になってたやろな。男性コーチ36と女子選手16だったら厳重注意で済まないぞ。写真が生々しくて指定のラインを超えた接触に見える。上下関係のある未成年が相手なんだから慎重にならないとね。洗脳されてた、断れなかったって後から言われたらアウトだよ。これ逆やったらもうテレビに出てないだろうな、など様々な声が上がっていました。いかがでしたか？今回は安藤美希さんに関する様々な情報をお伝えしてきました。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。